このソフトバンクからやってきた高橋礼も先発中継ぎどちらも経験があります。こちらが今から1時間ほど前10時半頃の映像、その隣にはこちらもタイガースで去年リリーフとして戦いましたカイル・ケラーで、画面の右側青いグラブをつけているのがこちらもタイガースから現役ドラフトでやってきた馬場康介ということで、この辺りは新戦力のいずれもピッチャーという面々が今から1時間ほど前にブルペンに入りました。去年救援陣の防御率で見てみますとリーグワースト 3.81 という、ま、ですからゲームの中盤から後半に向けて苦しんだというジャイアンツ。この高橋礼も、ま、先発ローテーションあるいは中継ぎ、いろんな経験をこれまでしてきた選手です。ジャイアンツではなかなか珍しいというサブマリンのピッチャーがジャイアンツに加入しました。先発をしていた時にはジャイアンツ対ソフトバンクの、まあ、日本シリーズで当時はジャイアンツを苦しめたというのもありました高橋礼。そして中継ぎも経験しているという中で阿部新監督もその様子を今から1時間ほど前に見つめていました。このこの花ドームには、解説清水孝之さん、そして先ほど高橋由伸さんの姿もちらっと映りましたが、投手陣のブルペンを首脳陣それから OB も視察していました。この高橋礼そして泉、この2人がソフトバンクからジャイアンツにやってきました。ウォーカーとのトレードで、まあ、中継ぎピッチャー2人を補強したということになりました、まあ、ご覧の主な新戦力、小童話は野手ですがそれ以外はずらっとピッチャーが並びました。支配下選手での新戦力をご覧いただいていますが、オリックスからは近藤入りまして、5人の、まあ、支配下ピッチャーが新戦力としてジャイアンツに加わりました。まあ、日本一になりました阪神からケラーそして馬場という2人のリリーフピッチャーを、まあ、獲得したということになりました。